他の国から商人が来たみたいだ。見に行ってみようぜ。こんにちは。スメールから来た旅商人のアテフェだよ。お会いできてすごく光栄。たちのお店ってこんなに有名になってたんだな。確かに最近君たちが錬金薬を売ってるって話は情報通の商人たちの間じゃ噂になってるよ。こういう珍しい商品に関してはほとんどの人がリスクを冒したくないって考える。でも私からすれば、大儲けしたいならチャンスを逃すわけにはいかない。今、一般人はまだ錬金薬のことをそんなに知らないけど、営業手段に合わせて販路を広めればどんどんモラが入ってくることは間違いないと思うよ。一気に名を上げれば10倍の値段でも売れるかもしれない。今回の商売が成功したら今年いっぱいは休めるだろうね。10倍？本気で言ってるのか？誰かが喜んで買ってくれる限りはどんなに高くても問題ない。それが互いの合意の上ってやつだよ。その発言、モラのことしか頭にないやつのことを思い出しちゃったぞ。スメールから来たって言ってたよな。まさかドリーと知り合いとかじゃないよな。ドリーって言うと、もしかしてドリーサングマーベイ様のこと？あの方と知り合いなの？すごい！私、サングマハベイ様のファンなの。あの方のビジネスセンスとモラに対する執着はずっと私の励みになってるんだ。昔、アルカサル・ザライパレスを訪れる機会に恵まれたことがあるけど、本当に立派で美しい邸宅だったな。いつか私もあの方みたいに数えきれないほどのモラを手に入れたい。完全に夢の世界に浸っちゃってるぞ。話がそれちゃったね。それじゃあ大儲けの方法について話そうか。シンプルな話だよ。定期的に仕入れに来るから必要なポーションを作ってくれれば、私がそれを他の場所に売ってきてあげる。協力してくれるなら販売するものについて詳しく話し合おう。私の勘だと今回必要なのはこういうポーションだよ。
Thank you.
こんにちは。久しぶりだね。うわぁ、早速新しい試験が始まったのか。うん、今回は上級試験だよ。前回より難易度は高いけど、旅人さんならきっと大丈夫だと思う。もし試験に合格できなかったら恥をかくじゃないか。全然大丈夫だよ。何事も試行錯誤だから。アルベド先生の助手を始めたばかりの頃は、私もよく実験でやらかしてた。無氷花の特性を研究してた時なんて、実験室の機材を凍らせちゃって、精密機械を壊すところだったもの。薬を長く煎じすぎて、貴重な材料を丸焦げにしたこともあるよ。匂いを嗅いだ通りすがりの騎士に、実験室が火事になったって思われちゃったくらいだった。あの頃は実験がうまくいかないと自分を責めてたけど、未知なるものを探求するには失敗するリスクだって背負わなきゃって後になって気づいたの。ミスを恐れてばかりいたら、自分の望む結果を手にするチャンスも見逃しちゃうよ。確かにそうだぞ。スクロースって励まし上手だな。研究の経験談だよ。とにかく思い切って試してみてくれればいいから。準備ができたら上級試験を始めよう。
上級試験まで難なくクリアだなんて。ねえねえ、うちの実験室で働いてみない？ひひ、オイラたちついに錬金術のプロの道にも踏み出しちゃったのか。あなたたちが協力してくれればもっとすごいものが作れるかも。もっとすごいもの？今まで私が錬金術の研究対象にしてたのは基本的に植物だけだった。でもここ最近、錬金薬が人の体に与えるいろんな効果を見てきて、ふと思ったの。もしかすると錬金術は人間の体の可能性っていう観点からの研究にも役立つかもしれないって。例えば一瞬で図書館の本を全部暗記させられるスーパー記憶ポーションとか、それかパイモンも一人でアビスの魔術師と戦えるくらい強くなれる競争ポーションとか。おお、そんなものまで作れるのか。オイラ興味が湧いてきたぜ。理論上は可能だよ。錬金術の真髄は未知の分野の探求だからね。今はまだ全ての可能性が研究し尽くされてないだけ。でも具体的な実現方法については、錬金術の消化理論や錬金薬の添加方法、それから人間の生物学的特徴とかの要素を同時に考慮しつつ探らないといけない。頭が痛くなってきたぞ。ごめん。もし興味があったら今度実験室に来てくれた時にまた詳しく説明するね。やったぞ。オイラも強者への道に一歩踏み出せそうだぜ。うん、それじゃあ私は先に帰るね。次こそ最後の試験だから、それに向けて問題を用意しなくちゃ。
Thank you.
Thank you.
何でも叶えてくれると噂の錬金薬の店は旅人とパイモンがやってたのか。あれ、ゴロ？一体どこから出てきたんだ？キララまでいるじゃないか。なんで二人揃ってモンドにいるんだ？コマニアの業務は広いからね。どんな場所であってもおかしくないよ。私はモンドに初めて来たわけじゃないから、この辺りには割と慣れてるんだ。ただこっちの五郎大将は迷子になっちゃって。見知らぬ地に足を踏み入れるには普通は事前に調べて得た情報の助けがいるものだ。だが残念ながら渡積島の民たちがモンドを訪れる機会は滅多にない。だから俺もこの辺りの地図を持っていないんだ。つまり俺は事前調査をしながら正式な任務遂行に当たっていたんだ。ミスしても仕方ないだろう。かしこまりました、五郎大将。次は事前に一番詳しい地図を用意して、例のそう、行動開始地点に置いておきますので、どうぞご利用ください。そんなにかしこまらなくてもいい。上司に報告しているみたいじゃないか。お前はあくまで臨時で雇った顧問なんだから、我が軍の兵士のように振る舞う必要はない。臨時だなんて、またまた。これからは渡積島のお客さんたちにもっとコマニアを使ってもらえるように、五郎大将が宣伝のお手伝いをしてくださいね。約束ですよ。みんなの業績は五郎大将にかかってますから。そういえば五郎はなんでいきなりモンドに来たんだ？さっき言ってた任務ってのは何なんだよ。それについてはまた偶然の出来事なんだが、最近渡積島では物資輸送の効率を上げるために貨物船の改造をしているんだ。各国の最先端技術を学ぶようにと複数の訪問団を送り出している。その一員としてちょうどリーウェイでの訪問研究を終えて稲妻に戻ろうとした頃、偶然不思議な錬金薬のことを耳にしたんだ。それで予定を変えてモンドで詳しく調べようと思ってな。振り返ってみれば実に正しい選択だった。ヒヒッ、お前ついてるな。オイラたちが作った錬金薬はどれも他のところじゃ買えないものばっかりなんだぜ。あら、また異国からのお客さんかしら。可愛い子ちゃんったら、ヘイワット中に人脈を広げているのね。お姉さん、なんだか予感がするわ。あなたたちならきっと狼ちゃんと仲良くなれるはずだってね。ねえ、目的の錬金薬を手に入れたら、可愛い子ちゃんとお姉さんの弟子も一緒に、みんなでアフタヌーンティーでもどうかしら。アフタヌーンティーってお茶会？行きたい。休まず配送し続けてきたおかげでちょうど喉がカラカラだったんだ。お姉さん、ありがとう。待て待て、なんだかわからないが覚えのあるやつ感だぞ。旅人、この方は？魔女だと？なかなか威厳ある称号だな。
宮司みたいな大物か、それとも三五宮様のような方なのか。まったく、お前まで五郎を驚かしてやるなよな。緊張しなくていいぜ五郎。魔女ってのはただのあだ名で、この人はリサさん、モンドの図書館司書でオイラたちの錬金ショップのまとめ役なんだ。リサさん、こっちの二人はゴローとキララだ。こっちは超すごい綿摘み島の大将で、こっちは超時間にシビアなコマニアの配達員だぜ。キララちゃんね、聞き覚えのある名前だわ。図書館にある稲妻の本の一部は確かあなたが届けてくれたのよね。本当に助かったわ。まさかリサお姉さんとそんなつながりがあったなんて。これから配達の依頼があったら、ぜひ私をご指名くださいね。五郎さんについては確かあなたに関する報道を目にした記憶があるわ。どの記事でも部下思いで軍の指揮に長けてるって褒めてたわね。そうね、私に当てさせてちょうだい。あなたは綿摘島の兵士たちのために仕事の助けになるような薬を探している、そうでしょ。その通りだ。綿摘島は他の地域との商業的な通行をどんどん増やしていて、護衛の兵士たちにかかる仕事の負担もますます重くなっている。毎日大変なんだ。長時間作業をしている兵士や船乗りたちに無理をさせないために、体力と筋力を増強する薬が欲しいんだ。おお、そんなすごい効果のある薬があるんだったら私にもぜひ。たまにね、すっごく遠いところまで配達しに行かないといけないの。でこぼこの道をずっと走ってるとひどい筋肉痛になるし、前足の先っちょも痛くなっちゃうんだ。その手のものは馴染みがありそうだし、そんなに時間はかからないんじゃない。心配するな、オイラたちに任せろ。それじゃあお姉さんは先に手紙を書いて暇そうな騎士に届けてもらってくるわね。狼ちゃんにここへ来てもらわなくちゃ。満足のいく薬剤が完成したら一緒にアフタヌーンティーを楽しめるわ。シードル湖の浜辺でお茶を飲みながらお菓子を食べるのってどんな気分かな。すっごく楽しみ。これでやっと気を張らないで済むぞ。前にも言ったように、森を静かに通るには事前に尻尾を水で濡らしておけばいいんだ。そうすればモフモフの尻尾がうっかり枝に引っかかって居場所が敵にバレるなんて心配はなくなる。それはジメジメするし私には無理かも。いっそのこと尻尾を結んじゃうのはどうかな。それかもっと強くなって邪魔な魔物なんて追っ払っちゃえば。お、来たんだね。薬作りは順調だった？手際がいいな。
それは少し皮膚に塗っただけで弓で疲労が溜まってだるくなっていた右腕の疲れが吹っ飛んだ。私も石ころを踏んで痛かった前足が全然痛くなくなったよ。本当に不思議な薬だね。これがあれば1日200件だって配達できる気がする。ひひ旅人とオイラが作ったポーションはかなりいい出来みたいだな。これでがっつり渡墨島とコマニアの役に立てるはずだぜ。よし、それじゃあ次は楽しいアフタヌーンティーの時間だ。ちょうどリサさんも来てくれたぞ。残念だけど狼ちゃんは他の用事があるみたいで放浪寮にいなかったの。モフモフ耳のお友達ができるチャンスを逃しちゃったみたいね。でもいずれまた会えるチャンスはあるはずよ。今度あの子に会ったら事前に新しいお友達の情報を伝えておくわね。今回はなかなかの量を注文してくれたのね。ありがとう、稲妻のお友達さんたち。反響が良ければぜひ引き続き私たちの錬金ショップを利用してね。直接作るのが大変なら手紙でもいいわ。ぜひまたよろしくお願いします。旅人とパイモン、それにリサお姉さんが作った超すごい錬金薬はもしかしたら配達業界の配送効率を全体的に押し上げられるかもしれませんから。任せろ、兵士たちからしっかり感想を聞いてこよう。それじゃまた今度な、旅人、パイモン、それに魔女殿。次はやっぱり正式な訪問団の形式で来るとしよう。機会を見つけて三五宮様にこっちの魔女と交渉してもらうんだ。五郎のやつ、魔女に対してなんだか誤解してたような。
こんな短い期間で売り上げをここまで伸ばしてくれるなんて。もしかして可愛子ちゃんって商売の天才なの？相変わらず謙虚な子ね。こんなに素晴らしい成果を出したんだから、もっと誇っていいと思うわよ。もしあなたが助手としてそばにいてくれたなら、私の休暇も2倍になったでしょうに。さあ、売上データはすでに十分集まったわ。お疲れ様。もちろん、もし引き続きお店を手伝ってくれるのなら、お姉さんはとっても嬉しいけど。これでジンにも報告できるわね。旅人パイモン、久しぶりだな。ジン団長、来てくれたのね。ちょうど可愛い子ちゃんとの仕事の引き継ぎが終わって騎士団に戻ろうとしていたところよ。ああ、他の騎士から大体の状況は聞いている。今回も旅人に手伝ってもらうことになるとは思わなかった。あら、こういう大切な仕事で成果を出すには賢くて有能な協力者が不可欠なのよ。だって私だけだったらここまで効率よくこなせなかったもの。確かに君たちの実績は驚くべきものだった。他の用事を済ませてから様子を見に来ようと思っていたが、なかなか時間が取れなくてな。せめて面と向かって礼を言いたかったんだ。ああ、君たちのような優秀な仲間がいてくれて本当に安心だ。この件が一段落したらちゃんとお休みをくれるかしら。最近少し抜け毛が多い気がするわ。もちろんだ。連日苦労をかけるな。君が毎日図書館に入り浸っているのを見て、ずっとそればかりだと退屈するのではないかと思った。それで君の才能をより発揮できるような仕事を手配したのだが、一気に負担をかけすぎてしまったか。まあそんなことないわ。騎士団のみんなのサポートもあるし、頼もしい旅人もお仕事を手伝ってくれたもの。たまには本業に戻って研究をするのもなかなか面白いわね。そうか、そう思ってくれているならよかった。旅人、改めて感謝する。この報酬を受け取ってくれ。そうそう、お姉さんもあなたのために記念品を作ったの。気に入ってくれると嬉しいわ。Thank you.
民衆は思いのほかこのまま行けば錬金薬に関連する産業は一足飛びにモンドの新たな経済源になるかもしれない。そういうことはまた後で考えても遅くはないわ。せっかく大きな仕事が一段落したんだし、時間を作って打ち上げてもしましょうか。わあ、美味しいものを食べられるのか。オイラ絶対参加するぞ。もちろん、準備ができたらお姉さんが招待してあげるわ。ああ、確かに、みんなにもちゃんと休んでもらわないとな。時間か。いつの間にかオイラたちの錬金術の腕もかなり鍛えられてたみたいだな。うん、アルベド先生は特級試験に合格できた人には他の人を指導する資格を与えようって考えてるよ。うわー、じゃあオイラたちとうとう錬金術の先生になれるのか。合格できたら塾の開業についても考えないとだな。学費はいくらにしたらいいんだ。宿題は錬金術で美味しい食べ物を作ってもらおうぜ。それで作ってきた食べ物は全部オイラに提出してもらうんだ。うん、あなたならきっと今まで通り順調にクリアできるって信じてる。こっちはいつでも始められるよ。応援して。準備ができたら特級試験を始めよう。
を試させてもらうね。うん、ポーションの効果はちゃんと目標を達成してるし、品質もかなりいい。あなたってことはクリアか？オイラたち先生になれるのか？かわいこちゃんたらすごい成果を出したみたいね。おめでとう。こういう時は胸を張って素直に喜んでいいのよ。これだけ短い時間でポーションを作る技術を身につけちゃうなんて本当に大したものだわ。うん、私もびっくりしたよ。もっと時間がかかるかと思ってたから。今回はおかげで助かったよ。参考になるデータもたくさん集められたし、これで遠くない未来に正式な審査基準を設定できると思う。きっと錬金産業の発展にとっての重要な一歩になると思う。ひひ、オイラたちすごく重要なことを成し遂げたみたいだな。うん、この分野の先駆者として新しい種類の生物を発見できた研究員と同じくらいすごいんだよ。それじゃあ私もそろそろ帰ってデータの整理をしなくちゃ。旅人さん、パイモン、協力してくれて本当にありがとう。また時間ができたらぜひ実験室を見学しに来てね。